このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はスコティッシュフォールドのツンデレ猫、猫パンチに威嚇も笑顔にキュンということでですね、この子がガイア君って言いますよ。5歳の男の子なんですけれどもね、お腹は嫌いみたいですね、触られるの。猫パンチ、猫パンチ、パンチパンチパンチってやっとるんですけれどもね、優しい猫パンチが飛んできましたよ。去り際にね、猫パンチされちゃいましたけれどもね、もう尻尾がふさふさでとっても可愛いですよね、この子ね。あ、シャー言われちゃいましたね。ちょっと怒らせちゃいましたか。おもちゃでも遊ばないかな。と言いますのはですね、もうすぐご飯の時間ということでね、ちょっとそわそわしてるんですよね、ガイア君がね。ご飯食べたい、もうちょっとだから待ってねっていう感じなんですけれども、あ、ちょっとなぜさしてくれましたかね。あ、でも猫パンチにシャーやな。ちょっと怒られちゃいましたけれどもね、少しだけ落ち着いてくれました。するとね、なぜ差しはくれたんですけれども、さあご飯の時間ですよということでね、スタッフさんがね、持っておるんですけれども、すぐに反応してる子もいてる中でね、ガイア君はすぐにはね行かないんですけれどもね、でもね、ご飯が入ってる容器は確認しておりましたよ。早くご飯食べたいよって感じなのかなと思うんですけれども、ご飯の動画っていうのは後日配信しますね。で、ご飯が終わったということで、今からちょっと遊ぼうかなとも思っているんですけれどもね、遊ぶかな。遊んでくれましたね。猫パンチ、猫パンチやってますね。うん、かわいいやんか。そういうことでできんねんな、ガイア君ね。5歳でも結構遊んでくれますよね。あ、なんだこの顔は、かわいすぎるやんか、あんたね。いやないの、横になってね。走り回ったりとかはしないですけれどもね、一旦距離を取ったんですけれどもね、また飛びかかってきてくれましたね。これすごい可愛いじゃないですか。上を見上げてんのもいいね。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。横になったね、また可愛いやんか。捕まえんのいいね、こうやってね。あれもでも遊ばない、やっぱね、5歳というだけあってすぐにね遊ぶのやめちゃうのかな。で、またね、しばらく経って遊んでくれたりとかっていう、そういうタイプの遊び方かなっていう気はしますけれども。落ち着いてきた、ちょっと。握手、怒らへんね。あ、でもちょっと嫌やった?でももう、手を伸ばしておりますけれどもね、やっぱ遊びたいかな。かわいい。おもちゃがいい、やっぱり。おもちゃがいいな。めちゃくちゃ可愛いこの子、すごいね。で、実はですね、ガイア君っていうのはですね、里親さん見つかっておりますよ。隣にはですね、アギト君がいましたね。なんかまったりしておりますけれども、あ、アーサー君来てくれたね。やっぱね、おもちゃがあるところにはね、アーサー君がいるっていう、そういう感じなんですけれども、もうちょっと遊ぶ、もうちょっと遊ぶん、あ、いいやんか。待っててもいいかな。あ、大丈夫か。顎の下とかどう?気持ちいい?あ、なんか後ろ姿やけどね、気持ちよさそうですよね。顔見てほしいな。気持ちええな。もうちょっと遊ぶ?めっちゃいいね、かわいい。あ、いいやんか、この感じ、たまらん。ちょっとフレームアウトしちゃいましたけれどもね。つかむの好きやね、カミカミすんのがね。あ、これなんだこれは、おまたばっかなってるけど大丈夫か。あー、いいなー。ちょっとね、猫パンチとかね、威嚇したりはしましたけれども、お家に入ったらもうちょっと落ち着くかなと思うんですよね。で、猫兄さんまだガイア君の性格っていうものは把握してなかったのでね、うん、もうそれが分かってくればね、ガイア君もこんな怒ったりとかはしないかなとは思うんですけれどもね。お腹もふも嫌やもんな、怒るね。でも優しいでしょ、猫パンチが。あ、どっか行っちゃう?階段のところに来ましたけれどもね。ん?どうするかな?あ、落ち着いてくれたね。おもちゃで遊ぶっていうね、そういう感覚もちょっと減ってきたかなという気はしますけれどもね。あ、撫でられて気持ちいいんじゃない?これ、ひょっとして。あ、かわいいね。顎の下好き?
アーサーくんがちょこちょこ来てるんですけれども、黒猫ちゃんも来てくれましたね。やっぱおもちゃで遊びたいかな。ガイア君がね、あんまり遊ばなくなってきたんでね、アーサー君と遊ぶかな、ちょっとだけ。遊んでるよ。アーサー君、本当に一日遊んでる感じがしますね。もう猫兄さんがね、他の子と遊んでたら絶対来ますからね、この子は。愉快な子やで。あら、遊ばへん。遊ばへんの。そしたらアーサー君、あー、やっぱ横になってくれた。この遊び方かわいいやんか。ね、頭がね、膝の上に乗っておりますけれども。これたまらんなぁ。ちょっと引っかかった。ガイア君当ててみようか。顎の下が好きだもんね。あ、目を閉じてる。これ気持ちいい。ほら。あー、かわいいぞ、これは。あー、いいやんか。あー、いいやんか、これ。めちゃくちゃかわいい子やな、ほんとに。たまらんなぁ。長毛さんだけやってもふりがいがあるんですけれども、お腹もふもわかんねえ必ず怒られるごめんね、お腹もふもふして。あ、でもちょっとね、ちょいちょいしてくれたな。でもう反応ないか。あ、上行っちゃったな。この上はね、スタッフオンリーなんでね、行けないんで。あ、でも遊んでくれる。あ、来てくれたね。あ、めっちゃ可愛いこの子ね。え、こう顔の周りのもふげっていうんですか、たまらんな。この子さんね、スコティッシュフォールドっていうのが最初分からなくてね、ずっとノルウェージャンかなと思ってたんですよね。君スコちゃんなんだね。指を見せてみようか。猫パンチは噛む？猫パンチ？わかんな。もうちょっと遊びたかったんかな？ええやんか。ちゃいちゃい。ゆっくり遊ぶ子やな。下降りてきてくれたらええのに。遊んでくれるんやったらね。戻る？あ、戻っちゃうか。こっちを見てるけれども、もうちょっと遊ぶ？遊んでくれる？ちょいちょいしてくれんの。あら、そこで横になるか。届かないな。棒しか届かへんぞ、これは。下ではね、アーサーくんが待ってるんですよね。僕も遊びたいよって感じなんですけれども、ちょいちょいしてくれてるよ。あ、アギト君も遊びたい？そういうわけではないんかな。うん、ガヤ君遊ぼうよ。あ、上行っちゃう、ひょっとして。あ、上行っちゃいましたね。これはもうちょっと行けないな。ということでね、他の猫ちゃんと遊ぼうか。アーサー君ね、立ち上がって遊んでくれてるからね。かわいいやんか、本当にこの子は。すぐ反応してくれるやんね。ソマリのビーデルちゃんも遊んでくれましたよ。今回はガイア君と遊べて楽しかったです。皆様いかがだったでしょうか。ガイア君のツンデレは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。